テリアキューじゃないからさ今日は、はい、前回、前々回ぐらいだけど乾杯、はい、乾杯急に前々回ぐらいにエリが動画で結婚いつっていう動画を上げたわけね。ああ、エリが一人で喋ってたでしょ。そう、もうエリも26歳になって周りも結婚が増えて26今そう付き合った時23だよ、最初、はい、結婚とかも考えるのかなとか、セイタさんどう思ってんのかなとか、うん、で、その時その話したから、じゃあ今回はその動画のジャンさん版っていうことで男性目線っていうか、まあ、生徒さんの声っていう感じかな。結婚、俺の声？そうそうそう、生徒さんの声として結婚とか考えたりしてるのかなとか、どう考えてるのっていう感じの話。あ、そういうことね。そう、じゃあまあ結婚についてちょっと話していただくということで何急に雑なのなんでエリをこっち聞いとくの。もう聞いとかない、エリバーバーしてるエリも何も聞こえない状態ですから、もう好きに喋っていいからさ別に愚痴ってもいいね。勝手に動画でこんなって一人で喋りやがって結婚についてって言ってもいいよ。まあ、とりあえず扇風機設置します。オッケーオッケー、じゃあね、バイバイ。いやー、結婚について、いやー、何喋ってんか絶対かな、言うと思ったんですよ何喋ろう、何だろう、何が聞きたいのかな。結婚は考えてないんですか。なんでそんななんか結婚の話題を出すと嫌な感じなんですかみたいな。違うんだよ、結婚の話題を出されたから嫌なイコール結婚するのが嫌ってなんか思われがちだから、そうじゃなくて、なんか結婚って結構いろいろこう二人で決めてやっていきたいじゃん。ヘリ聞かないから喋ってよ。はい、ヘリ聞かないと言ってですから、ちょ、喋ってるから静かにしてもらっていい。すいませんだから結婚ってなんか二人で決めてやるやつだし、男の人の中でもなんかあれじゃん、自分からプロポーズしたいとか結婚の話を出したいとかいろいろこう考えてることがあると思うんだよね。まあその同じぐらい女の人もあると思うけど、でもその自分、例えばタイミングがあるじゃん、今年のじゃあ年末にしますとかなんかタイミングがあったとして、そこまでにいろいろこう準備したりとか気持ちを整えたりとか やろうと思ってる中で、年明けぐらいからさ、1月2月ぐらいからさ、結婚のことをさ、しょっちゅう言われたらさ、なんかこう焦らされてる感覚に多分なると思うんだよね。そしたらなんかこうなんかいろいろ考えてるから、ちょっとそういう話やめてって多分気持ちに多分なると思うんだよね。だから結婚の話をしょっちゅうされると、男の人が嫌そうな顔したりなんかはぐらかすような感じになると思うんだよね。でも多分みんな結婚がしたくないとかじゃなくて、多分真剣に考えてるからこそ気軽に多分そういう話をしたくないっていうのはあると思う。絶対俺は多分そっち派の人だ。エリと結婚をしっかり考えてるから、だからこそなんだろうね、自分のタイミングもあるし、エリとのタイミングとかそれぞれのタイミングを考えて、なんかこういい2人の中でベストだなと思うタイミングで結婚っていう形を取れたらいいなと思ってて、最近周りで結婚式とかそういうのがエリの中で結構あったから、なんかどうしてもこう結婚っていうものがすごくこう意識されてる時期なんだと思うんだよね。だからその一時のこの周りのこととかに影響されて結婚っていうものを選ぶんじゃなくて、やっぱ2人の中でのベストタイミングっていうのは絶対あると思う。20前半で結婚する人もいれば、30後半で結婚する人もいれば、50超えて結婚する人もいるし、遅いとか早いとか絶対ないと思うし、ただ2人の中で納得して結婚っていう形を取れたらそれでいいと思うし、それがベストだと思う。だから周りに影響されてちょっと焦って結婚っていう形を取ると絶対後悔すると思うんだよね。俺は、自分は一回結婚してるっていう経験があるからよりそういうのを考えるんだけど、自分がじゃあ初めて結婚した時そんなの考えてたかって言ったら、そこまで深く考えてなかったと思うんだよ。まあ正直、まあ、その相手のことのことも考えたりとか、自分の周りのこととか年齢とかいろんなこと考えて結婚したと思うけど、本当の意味でベストなタイミングだったかって言われたら分かんないもんね、今の自分からしたら。でも一度結婚を経験したからこそ、そういうベストなタイミングとか2人の中でいいなって思うもの、そういうタイミングで結婚するのが絶対いいなって思うから、そこをなんかね、周りの雰囲気とか流されずにやれたらいいなと思うんだよね。まあわかるよ、でも
女の人がさ、いつ結婚するんだろうとか、この人結婚する気全くないのかなとか考えてしまって不安になるって気持ちは分かるよ。それは分かる。逆の立場だったら絶対不安だ。だそこはもしかしたら結婚したいとかしたくないとかを話しするんじゃなくて、そういう意思があるのかってだけを確認するっていうのはしててもいいのかなと思う。結婚する意思がある、ただ今すぐではないかもしれないけど結婚する意思があるんだよって聞けたらまだ安心するじゃん。だってこの人とずっと付き合ってても結婚っていう未来がないんだったらこの人じゃない人に行った方がいいんじゃんって考えるのが普通だからね。だから今すぐ結婚したいとかじゃないけど、ただいろいろ不安になることがあるから、将来的に結婚する意思があるのかどうかっていう部分だけを相手に聞くっていうのは大事かもしれないし、もしかしたら男の人がそういうのをパートナーに伝えるっていうのも大事かもしれないよねって思うよね。難しいよね結婚。結婚ね、なんかね結婚っていう枠にねハマる感じも嫌だしな。でもね結婚したい、結婚しないと不安っていう気持ちもわかるし、でも俺的には別に結婚っていう、こう誰かが作った制度じゃなくて、将来二人でおじいちゃんおばあちゃんになるまで一緒にいて生涯を共にするっていうのが目的だから、だったら別に結婚っていう形なくてもいいんじゃねーと思うし、別にだったら結婚しててもいいんじゃねーっていうのも思うし、なんかね一概に答えてないよね本当に。男の人の気持ちもあるし女の人の気持ちもあるし、人それぞれその考えの違いもあるし、何が正解とかもないと思うし、まあただ一つ言えるのはやっぱり最終的にはそのカップル2人がそれぞれの気持ちが2人で話して2人でそうだねって思える状態で進むっていうのが一番大事だと思うんだよね。なんかうちだったらこの YouTube の動画を通してこうやって、まあ、面と向かって言いにくいことを伝えたりとかするっていう機会があるけど、なかなか普通にね付き合ったらそういう機会ってないと思うから、飲みに行ったりとかそういう時でもいいし、そういうあえて話す時間を作ってでもいいと思うけど、2人で結婚についてとか、まあ、将来についてもしくは今どうするかとか、まあ、同棲してない人だったら同棲することについてはどう思うのかとか、親のことはどうなのかとか、そういういろんなことをまあなんかちょっと避けがちになるこうテーマだと思うけど、そういうのを、うん、重い感じじゃなくてもっと軽い感じでいっぱい話せたらいいのかなって思うよね。結構動画では出してないかもしれないけど、エリと結構2人でそういう話を結構するし、別になんかこう重くとか喧嘩になるとかじゃなくて軽い感じで、なんだお互いの気持ちの確認みたいな感じで話すことがあるから、結構だからこそ動画でもこうやってなんて言えるんだけど、もしなんか結婚とかそういうの重く考えてたらこんな風には多分言えないと思うから、いろいろあるとは思うけど、さっきも言ったけど2人の中で話して2人で納得する形を進めたら俺は何でもいいと思うんだよねっていうのが僕の結婚に対する考えです。これ大丈夫かな、エリー怒られないからまあだからいろいろ長くなったけど、エリーとは結婚する意思はめちゃめちゃあります。結婚したいと思ってます、もちろん。ただ周りの雰囲気とかに流されてじゃなくて、2人で話して2人でいいなと思ったタイミングでそういう結婚って形を取りたいと思ってます。なので焦って結婚とかを選択するんではなくて、いっぱい話し合おうねってことをこの動画を通して伝えたいと思います。もしかしたらこの動画を見てる僕と同じような立場、同棲しながら結婚っていうことをもしかしたら彼女にいろいろ言われてる人がいるかもしれません。そういう人はちょっと大変かもしれないけど、一度そういう時間とか作ってみてパートナーとぜひ話してみてください怖いよねでもそういうのって多分大事だと思うんだよね。やっぱ避けては通れないし、付き合ってる上ではそういう結婚とか将来的なことを話すってのはすごい大事なことだし、まあ、それをきっかけでねより仲が深まるかもしれないし、逆もあるかもしれないし、でもどの結果だったとしてもそれはその2人にとって必要なことだと思うから、ぜひそういう機会を作ってみてほしいなって思います。エリ話したよ、いっぱい。え、話したの？それは編集してみて。そう、それはもうエリが動画もう編集するときに見て、うん、それは動画編集するときに見て。楽しかった。分からん、なんか分からん、難しい。緊張した。
緊張したさ、それは一人で話すことあんまないのに俺エリキを顔出し NG とかなんで顔出ししてないバイバイだけしてないシェイツさんにちょっとちょっと離れたから寂しかったよ。はいはい、まあそういう感じです。なので、まあこの動画をもしカップルで2人で見ているんであれば喧嘩しないでね。喧嘩はいいさべってしてじゃあじゃあなんかその揉めたりしないでねってこと、うん、2人で仲良くいろんなこと話してねって思います。結婚の差はないよ、絶対喧嘩になるはずね。まあ結婚喧嘩っていうかこうどうしてもこうちょっとなんかこうギクシャクする感じになりやすいと思うけど、うん、そのこともどういう風に話すかっていうのはちゃんと伝えたから、うん、焦る女のことね。そう、男の人の気持ちも分かるし女の人の気持ちも分かるからそこは一応伝えたから。ありがとう。はい、うん、大好き。ちょっとやめて、はん、ビール取ってビール差し、バイバイして。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、終わりたいと思います。僕の気持ちに共感できたよって人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。何その登録とかいいねの仕方新しすぎでしょ。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。動画ってね気づかないと見直すものなんだよ。